大丈夫だったか？あ、うん。さっきのおじさんたち、何なの？わかんない。でも、悪い人たち。何か、とても怖いことを企んでたような気がする。なぜ君を捕まえようと？わかんないけど、何かを僕にさせようとしてたような気が。ひょっとして、君の持っているものに何かあるのかも。ちょっと調べさせてもらえるか？いいけど。これは？何それ？何って自分が持ってたんだろ？わかんなきゃしょうがないか。はあ。なんかわかったのか？なんのことはない。こうして重ねてみりゃいいんじゃないか？多分何枚か揃えば完全な文章が浮かび上がるって寸法だな。また石だ。いくつも転がってんだな。何に使うんだろう。お、また見つかった。ちょろいもんだぜ。こいつらを重ね合わせてみれば、何か意味のある文章になるはずなんだが。
した？あの、ちょっとここで待っててくれない？え、なんで？だから、ちょっとだけ。だから、どうして？わかった。早く戻れよ。ありがとう。コナン君、あゆみちゃんどこ行ったんですか？一人じゃ危険じゃないですか。しょうがないだろ。男がついてくわけにはいかない用事ってもんがあんだよ。なんだなんだ、どうした？もう、だから何でもねえって。あの悲鳴は、あゆみの声だぜ。しまった。この辺にあゆみの足跡があるな。こっちの足跡は誰のだ？歩美のより上についてるぞ。誰かが歩美をさらったのか？さっきの二人組かよ。どうかな。あいつらは狙う子供は分かっていたはずだ。歩美を連れてったってしょうがないだろう。ということは、もっと他の勢力がこの島にいるってことか。他の勢力って？わからねえ。ただそいつらは一層危険極まりない奴らだぜ。きっとな。で、どうする？ともかく歩みの後を追うんだ。早いうちに助け出さなきゃ。電池が生きてれば、BD バッジで歩みの居所が分かるはずだ。よし、映った。これで歩みの後を追えるぜ。また石だ。いくつも転がってんだな。何に使うんだろう。